はヤマトとデートに行く約束をしているので、今から電話をかけていきたいと思います。もしもし、今どこ？どうやらヤマトは来れなくなっちゃったらしいので、ヤマトにドタキャンされてしまいました。って言うてで、今日はぼっち飯をやっていきたいと思います。ドタキャンされてません。さっきの電話も嘘です。それでは行ってきます。あ、一人でくだしに来ました。今から注文して食べていきたいと思います。くら寿司は炙りエビチーズが好きなんですけど、ちょっと今ダイエットをリバウンド、普通にご飯食べてたらリバウンドしちゃったので、ちょっとダイエット中なので、いつもとはちょっと違う食べ物を頼んでいきます。はい、ってことで編集部の人から質問をいただいたので答えていこうと思ったんですけど、商品が到着しました。じゃん、マンゴー、お刺身、お米はダメだと思ったのでお刺身にしました。いただきます。じゃあ質問に答えていきます。まず、一人の行動は得意ですかっていうのが好きなんですけど、基本的には全然一人で行動できます。でもわざわざ一人で出かけたりとかはしない。はい、サラダきます。エビブロッコリー。都内で時間余っちゃった時とかは一人で買い物したりとか、めっちゃ時間がある時は映画見に行ったりします。いただきます。うまっ。次の質問が、一人の時にどんなこと考えてるっていう質問だったんだけど、一人の時は基本的に何も考えてないです。ネガティブな性格でもないので、落ち込んだりとか、なんか考え事したりとかないし、そんな感じです。次の質問が、今回はヤマトにドタキャンされたっていう例でお示ししてるんですけど、誰かに裏切られたことあるっていう質問で、裏切りじゃないけどあります。ドタキャンみたいな形になっちゃってされた時は、映画見に行こうって言われて、都内、アイスは千葉に住んでるんですけど、その都内まで結構時間かかるんですね。で、都内に行って、その子は東京に住んでたんだけど、その子が TikTok 撮ろう宮下パークでみたいに言われて、なんか宮下パーク行って、で撮り終わったら、なんか家帰るわって言われて、それなんかドタキャンじゃないけど、そんな感じがあります。結構意味わかんないんだけど、なんかその後からなんか連絡ってなくて、ごめんとかも何もなくて、あ、もういいやと思って、別に好きでも嫌いでもない。一人でよくお寿司食べに来るっていう質問は、最近は食べないけど、前はよく渋谷のスシローで飯食ってました。カウンター席で。一人で何がいいかっていうと、カウンターだとみんなさ、お昼とか混んでて待ってるじゃん。一人だとカウンターでさ、すんなり入れるの、みんな待ってるのに。だからめっちゃおすすめです。と、追加でブロッコリーとエビのサラダを頼みました。大好き。アイサが基本お寿司食べるのは、中トロと炙りサーモンとかエビとかが好きなのと、あとつぶ貝とかウニとカニが好きです。でもくら寿司だったらその炙りエビが好き。届きました。いただきます。美味しいのこれ。はい、自分の機嫌の取り方はっていう質問も来てるんですけど、機嫌悪い時は友達と遊びに行ったりとか、とにかく食べるのと寝るのが私のストレス発散方法なので、その2つがめちゃくちゃ大事です。でもやっぱ友達と遊びに行ったり、たまにお金だから使ったりとかだと、すごい機嫌が良くなります。サイン届いた。
と、アリサがスキャンしたことあるっていう質問なんだけど、本当にもししたら申し訳ないんだけど、多分ない。多分ドタキャンっていうか、当日のドタキャンとかはない、絶対。多分お仕事入っちゃったとかで、ドタキャンじゃないけど、前日とかに連絡とかは、稀にあります。こんな感じでーす。美味しすぎたので、3皿目、頼んじゃいました。でも、今日、1食目だから。いただきまーす。じゃあゆっくり食べていきたいと思います。食べ終わりました。ごちそうさまでした。ということで以上、アリサのもつ飯でした。バイバーイ。マジ暗くなったの？マジか。あ、分かった。じゃあ一人でちょっと肉食べてくるわ。ちょっと悲しいけど、うん、ごめんね。うちいっぱい食べてくるわ。バイバーイ。っていう体で、私は一人でぼっち飯をしていきたいと思います。それではどうぞ。今、焼肉に向かってます。今日、ちょっと先に言っておきたいんですけど、言われる前に、つけまがいつもと違って、ちょっと前のやつを使ってるんですよ。いつも使ってるやつがなかったので、なんでちょっと今日はメイクあんま漏れてないんですけど、言わないでください。お願いします。じゃあ行ってきます。お肉屋さん着きました。もちろんタン。え、これ何、この肉の中にネギが入ってるの？え、絶対うまいじゃん、こんなの。うまい。幸せ。どうしよう、もうなんか肉を食べれるっていうのが幸せすぎて。はい、最近まず扇風機ぐらいできて元気すぎる。うわ、お腹すいた。はい、じゃあお肉が届きました。絶対にこれは写真撮る。えぐい。うまそうすぎる。やばいぞこれ。上京し始めてから結構一人の時間が好きだったりするから、それで仕事終わりの時間、例えばじゃあ2時ぐらいに仕事が終わりましたってなったら、一人で全然服とか見に行っちゃう。渋谷の焼肉も一人で来たし、寿司屋も一人で来たし、ラーメンとかも一人で来たし、結構一人ご飯とかもするタイプだから、一人行動はするかもしれないですね。好きなわけじゃないけど、シンプルに外に出るのがあまり得意じゃないっていう、夏だからでもあるんですけど、自然と一人行動になる。一人で出かけることある？どんな時？一人で出かける時は、私この間ピリトムとか言えなくてやばいと思って、チャリで行けるぐらいの距離だったんですよ、ドンキが。だからそういう時に一人でチャリでドンキ越えて、こうやって越えて行って、でその時の失敗談が、うちトリートメントがなくて買いに行ったのに、なんでかわからないけどシャンプーをトリートメントに見えちゃって、シャンプー買っちゃって家に帰ってプシュってやった時に、あれみたいな、シャンプーの時のっていうのが2、3回くらい繰り返しました。マジでもったいなくて、だから今私夜のシャンプー使ってるんですけど、台、お風呂の台みたいなとこがあって、そこに
シャンプー、シャンプー、シャンプー、夜だらけ、全部こうやって一回押してからわかるからめっちゃもったいない、本当に一人の時どんなこと考えてる？むずっ、ね、今日の夜ご飯何食べようかなとか、お腹すいたなとか、肉食べたいなとか、まあ、でもあとは普通にまあお仕事のこと考えたりする時もありますね。なんかよく言われるのが、よく考えすぎるって言われるんですよ。うちはよく考えすぎるから、だからあえて考えすぎないように、例えばまあじゃあ仕事のことでこうやって考えてます、やばい考えすぎだな自分って思ったら、もうアニメを見るようにして考えないようにするとか、なんか人じゃなくてその同じ人間じゃない別世界のものを見たいから、あえてなんかこの世じゃ絶対ありえないようなアニメとか見て現実逃避したりとかよくします。ドラマとか普通の実写のドラマとかを見ちゃうと、そのドラマに映ってる人とも自分を比べちゃうんですよ。だから本当に多分えぐいほどの多分うちネガティブな人だからっていうのもあると思うんですけど、それが結構嫌で、ちょっと落ちちゃってる時とか気持ちが、はドラマとか映画実写のものよりもアニメ系の方が現実逃避ができるから好きです。だから声優とかちょっとやってみたいなって最近思ってるので、またいつかできたらなって思ってます。人に裏切られたことあるって？あります。もともと人をめっちゃ信じるっていうこともないですけど、だからでもその人に裏切られたことが、まあ、友達だった人とかに裏切られて、それでさらに人間不信になっちゃうと思うけど、人を信じれなくなっちゃうんですよね。昔付き合ってた人がいて、その人と付き合ってる時に友達がいたんですよ。高校の時に友達がいて、その人に取られそうになっちゃったというか、まあ横入りされてっていうことがあったんで、私はあんまり仲良くない子に好きな人を言うのをやりました。本当にそこからさらに、もともと顔広いわけじゃないし、何こういう関係を深く深くしていくタイプじゃないんですけど、そこからさらにまたもう狭く深くにするようになってきました。だから今私本当に最近会ってるの多分3人とかしかいないかもしれない。名古屋に帰っても2人とかしかいないんで、私友達少ないんですよ。うん、まあ、だから親にもちゃんと外に出なさいって言われるんですけど、まあ、でも別にそんな自分から無理に広げることないのかなって思うので、裏切られたって思う時ってめっちゃ多分理想像を作っちゃってるんですよ。彼氏にもそうだけど、そういうのって自分で勝手にその人の理想を立てちゃってるから、この人はこうだとか、これがそう、これは当たり前でしょっていう風に理想像を立てちゃってるからだと思うんですよ私は。だからあえて私は深く関わりすぎないようにします。これからもその裏切られたっていう風に思いたくないんで、うちこれポエマーみたいになっちゃってない。自分の基準の取り方は完全にカラオケかもしれないです。カラオケと肉と映画、さっきのアニメの話と似てるけど、ドラマその機嫌悪い時とか、ちょっと自分がちょっとイラつちゃってるなって時は、別に現実逃避とかそういうのじゃなくて、もう好きなことをすればいいじゃないですか。だからシンプルに映画とかドラマは好きなんで、そういう時は実写のものとか見て、大好きな演技のものを見てのとか、大好きな肉食ってとか、あとはマジで人から大好きすぎるんで、人からで2時間みっちり歌って熱唱したりとかして、ストレス発散だったりをして、パーって機嫌取りを自分でしてます。多分まあなんで肉を与えといていただければ、私は機嫌がいいです。はい、じゃあ食べ終わりました。マジでお腹いっぱい、調子に乗って頼みすぎました。でも美味しく食べ終われたから OK。 はい、そして今秋号のサイン付き雑誌の予約が始まってます。8月12日までみんな関東企画をかけて頑張ってるので、皆さんぜひチェックお願いします。はい、みんなぜひお願いします。はい、じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらぜひお願いします。バイバーイ。